ブライアン・ニコラ・アンダーソンはアメリカ合衆国アリゾナ州ソン出身のプロ野球選手。2003年にドラフト一巡目でシカゴホワイトソックスから指名を受け外野手としてプロ入り。プロ2年目となる2005年にメジャーデビューを果たした。同年は少ない出場機会で日本塁打を記録するなどある程度の数字を記録。翌年以降のレギュラー定着を期待された。 2006年は前年オフに中堅守としてチームを支えてきたアーロン・ド・ワンドが放出されたこともあり、彼の後釜として開幕から聖中堅守としてプレー。しかし前半戦終了時点で打率、192個本塁打、20打点と極度の打撃不振に陥ってしまった。後半戦に入るとやや持ち直したものの、同じく若手有望株のライアンスウィーニーや、 ゼリー・オーエンすらの対等もあり、レギュラーを剥奪され、ベンチを温める機会も多くなった。2009年7月28日、マーク・コッツェイトの交換トレードで、ボストン・レッドソックスへ移籍。12月23日にカンザス式ロイヤルズと1年契約を、結び投手に転向。2010年は、ルーキーリーグからスタートし、最終的にトリプル A 級オマハまで昇格。 オマハでは6試合の登板で防御率2.57、ホイップ0.71の成績を残した。2011年はニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び AA 級トレントンで開幕を迎えるも上腕の故障で故障者リスト入りし5月27日に解雇された。ありがとうございます。